プレミアリーグで相手チームの三マ対策が進む中、三オ薫25歳がまたゴールを決めた。今季6点目、日本人シーズン最多得点記録に並んだ。試合後の三マ本人に、ロンドン在住の筆者が直撃取材した。ドリブル突破が減っているに三マはこう答えた。寄せられていた反応をまとめましたのでご覧ください。ドリブルといいうイメージが強いから ドリブル突破が減った感じを抱くんだと思うけど、3からしたらドリブルは選択肢の一つであり、瞬時に状況と成功確率を考えたらドリブル突破が有効と判断した場面が多っただけだと思う。そんな中、各チームの三マ対策はほとんどがドリブル対策なんだろうけど、それが逆に自分たちを追い詰めてしまうことになるかもしれないですね。 普通、三笘ほどのドリブルやスピードがあると監督も三笘本人もスペースのあるところでそれを生かすという発想になる。しかし、わざわざ狭いところに追いやり中央でやらせるデゼルビはすごい。三笘の決定力を本当の意味で生かすには狭いところでの状況把握能力を伸ばすのが一番だからね。もちろん。 今までそういう意識がなかったとは言わないが、ここまでチームでバックアップしてまで伸ばそうとしてくれるのは最高の敬眼となるかも。つくづくサッカー IQ の高い選手だなと驚く。中で脅威になれてないとか言ってるけど、そもそも数試合前までは大外をドリブル突破で見せるのを一番得意としてた選手。それがこの短期間で中での動きがスムーズかつ自然にできるようになり、結果も残すんだから本当にすごいとしか言いようがない。 もちろん日本でもやっていたけれど彼が今戦っているのはプレミアリーグなんだから動画をご覧いただきありがとうございます。